リミット70キログラム K1 スーパーウェルター級の3分3ラウンド制始まろうとしています。背中が見えています。3年ぶりの来日となりますジョーダン・ピケオ、まあ、コロナ禍にあってさらに本人もアキレス腱の怪我などもありました。これ楽しみですね。ですね、関根さん、この階級一気に面白くなってきましたね、はい、そうですね。いつも日本人選手はピケオのフィジカルでちょっとやられてたんですけども、うんうん、このチーターはフィジカル強いですからね。そうですね、あとリーチもありますからね。なるほど。佐藤義郎さん、はい、まあ、ジョーダン・ピケオとも戦っていますが、はい、どんな戦い展開を予想しますか。そうですね、もうピケオ久しぶりの試合なので、うん、もう3年前来た時のバネとかまだ健在しているのかどうかですよね、はい、なるほど。まあ、マサトさん、膝の、ね、手術もあったってことですね。そうですね、まあ、怪我すると、ね、どのぐらい戻っているのかっていうのがちょっと心配なところですけど、うん、でもマサトさん、このアビラル・ヒマラヤン・チータがものすごい経験を積んでますもんね。そうですね、まあ、でも経験を積んだ分怖さも知ったと思うんですよね。なるほど、そうか。でもさあ、黒いトランクスいきなり圧をかけていきます。やっぱ一発のジャブで吹っ飛びますね。左フック、前蹴り、相変わらず圧力ありますね。ありますね、強いですね。一気に勝負の距離ですよこれ。あ、そうですか、はい、危ないですよこの距離は。なんかあっという間に倒しに来てますね、うん、あ、これ前足を蹴って、アビラルにとってもチャンスっちゃチャンスですよ。大根効いた、腹効いた今。いや、これはすごい圧倒的、互いに左ボディ今狙っていました。フックでした。木村ミノルを倒したら右ストレートがありますからね、アビラル。左ボディ、まあでもいつも打ち下ろしになるパンチもね、ピケオは大きいですからね。そうですね、そう、打ち下ろしも178センチのピケオ。アビラル、カーフキック何発か入ってていいですよ。今もそうですか。あ、やっぱりリーチはやはりアビラル、足踏み替えながら前に出ます。でも関根さん、はい、早速ピケオが倒せる位置にエリアに来ちゃってるんですね。そうなんですよね、もう本当に好戦的ですよね、ピケオは、ね、一番最初よりちょっと距離遠くなりましたね。そうですか、これピケオの方が少し、はい、詰めましたよ、ピケオ詰めました、また来た。でもアビラルも今打ち下ろしの右ね、こうガード越しに回っても、ね、左だ、ハードの上に回っちゃダメですね。おー、ナイス、返した、返していかないと。そうですよね、はい、ここもでもまた下がっています、圧力を受けています。アッパーから左バディフック、ワンツー、これがある、アビラル、ワンツーまたもらったか、左フック、1ラウンド耐えたいですね。ピケオも同じ右返しましたね、膝だ。お、ナイス、クロス右、今ちょっと効いたんじゃない、右のクロス入りました、前蹴り、ちょっと、おー、ハイキック、縦蹴りのように変則的な蹴りです。いやインロー、内股、右フック。でもここでこうね、ここから盛り返すのがやっぱこう世界のパワーですよね。あー、抱えるのは禁止、久々の K-1 ルール。佐藤さん、どうですか。僕ね、アビラルが近距離でカーフキックをコツコツ当ててるんで、これ2ラウンド入ったら面白いですよ。なるほど、1はなんとかしのいでもらって、うん、古畑さん、だからこう我慢しないといけないラウンドかもしれませんよね、ここはね。ピケオさん本当強いなっていう、このパンチが重いし速いし、なんか獰猛な感じしませんか。本当そうですよね。左フック、左フック、相打ち、相打ちですね、でもマサトさん、こうアビラルもなんか手応えもあるんですかね。そうですね、まあ、ただこうピケオも全くもらわないタイプではないんですよね。あとはやっぱタフなんですよね。そうですね、膝、ナイス、ストレート伸びたな、思いっきり振っていた、左フック、うわ、ハイキック出してきた、ね、アビラルもよく左ハイ返した、うん、そうですね、はい、佐藤さん、どうでした。いや、そうなんです、近距離から左ハイをこの極限状態で出せるっていうのは すごいことですよ、これは、うん、次のラウンド結構ピケオもロードのダメージ溜まってると思うんで、はい、展開少し変わっていくかなとは思います。あ、ただアビラルももちろんダメージはあります。そうですね、関根さん、どうでしたか。いや、思ったよりピケオが前に出たんでびっくりしましたね、うん、ただアビラルね、結構タフなんですよ。そうです、だからこれアビラルだから耐えられたんですね、うん、
古畑さん、はい、本当に野獣みたいな感じがありますよね。いや本当にそうです。でもアビラルさんはやっぱり結構パンチもらってるかなと思うんですけど、やっぱり耐えてるなっていうのもあるので、次の試合もすごい楽しみです。さあ、マサトさん、次の第2ラウンドに向けて、いやピケオ出てくると思いますね。ピケオもロー蹴られても効いたかなと思っても全然こう前出てくるんでね、タフなんですよね。アビラルも前出たらもう勝負ですよね、うん、このラウンドは面白いですよ、ま、ハードなラウンドになりますよ。そうですね、注目の第2ラウンド、まあ、アビラルにとってもこれ勝てば大出世試合になります。リードのジャブ、やっぱりリーチは長い、入っていく左フック、関根さん楽しみですよこれ。そうですよ、ちょっとね距離取って戦った方がいいですよ、リーチがあるんだから。ハイキック来た、ミルコバリがちょっと遅れてくるようなあ、いやっていうかあれですかね、ピーターズですかね。ピケオ来ましたね、打ち下ろし、左のジャブ、左フック、ナイスパンチ、ナイスパンチ、アビラリーさ、まさか入るの時折ありますね、ガードの隙間から左のアップ入りましたよ、前蹴りジャブから右のフック、固まっちゃダメね。佐藤さんどうですか。そうですね、固まったらダメですね、固まっちゃダメですね、はい、アッパー入った、アッパーいいですね、アビラル左、あまたリーチは長い、アビラルが、アビラルヒバランチータちょっとピケを離し出てますね。そうですね、サイルフック、さあ左入った、アルフックね、怖いね、左フックです。ガード越しでも結構ダメージ溜まってそうですね、これはちょっと顔つきがそういうか、はい、あボディもちょっと効いたかも、出てる右のフック、左引っ掛けていくフック、ボディだ、左フック、アビラルも返さないと、さあ、ターンがコーナーに詰まった、ピケオが仕留めるか、下も忘れないようにする、レフリーが分けます。まあ、このスーパーウィルター級の戦い、この次はほぼ近い体重のノイリ対アスケロフ、さらにこのウィルター級のスーパーウィルターのタイトルマッチも3試合続きます。右のフック、レフリーお互いちょっとなかなかきつそうな、うん、おい、ちょっとピケオも久々の試合ですもんね。うわー、この膝すごいな、切れた、ワンツー、これアビラも返します、同じ打ち合いになる、アビラも負けてないですけど、こう刺すようなパンチがリーチの長いアビラル、一つ有利か、でもちょっとダメージあるような感じするな、残り1ラウンド、あ残り1分切りました、右のフック、佐藤さんどうですか。ちょっとアビラの軸がぶれてきましたね。ちょっとね、体の力入ってこなくなったかなっていうダメージある。関根さん踏ん張りどころですね。ここですね、頑張ってほしいな。アッパー膝、あの膝が入るといいんだけど、あしかしロー、久々にロー出してきました。まあこれ赤いグローブ、ピケオにとってみてもどれぐらい腰上がってるか戻してきているか。さあ電車がさあ入れ替わったぞ、流れが変わるか、アビラル、おお入った入った、パンチ入ってる、左やっぱ入った、アビラルマット いいですね、すごい、しかしパンチが強い、あーあー右出した、いやピンチが止めれば1点、右追ってきた、立てるかアビラルマット、チーターファイティングポーズ取りました、しかしワンダウン取ったのがピケオです、仕留めに来るか、ピケオも右目だいぶ腫れてあざになってますよ。第2ラウンドダウンを取りましたピケオです。激しいなすごいですね、素晴らしい試合だな、ダメージある、アビラにダメージありますよ、ありますね、でもピケオも右目ねあざになってますよ、真っ黒になってますよ、あ本当ですね、何が当たったんだろう、あんだけ腫れとると眼科って言っとるかもしれないですね。ああそうですか、でもよく立ったこの段から、はい、もうストップされてもおかしくないダメージでしたよ、うん、ねえ古田さん、ちょっと盛り返したようにも見えましたもんね。そうですね、最後のダメ押しの一発、ピケオさんのパンチすごいですね、うん、あ有利メスがセコンドついてますね、まあ、K1 の佐藤さん戦ってますよね、僕戦ってますからめちゃくちゃ強かったっすよそうですか、有利メスなんかちょっと30周年になっていろんな同窓会的な感じもありますね。さあしかし今の K1 最先端にいるのがこのスーパーウェルターの中のアビラル、さらにはジョーダンピケオ、本当だ相当右腫れてます、腫れてますね、いやあんだけ腫れるってことはやっぱアビラルのパンチも硬いですよ、それだけに可能性がある。さあ最終ラウンドまで来ました、まあ、このほぼ同じ階級中量級が3試合続きます、ね、ああコナのようにくるくる回りながら沈んだ、やっぱりピケオ強い、帰ってきたキュラソーの会長ジョーダン・ピケオ、
このあとこの次の次待っているスーパーウェルターのタイトルマッチの勝者か。関根さんどうでしょうか。いや強いですね。あの3段番に来てた時と変わんないですね。6秒で決めました。フルアップさんどうですか。いやもうなんか圧巻されちゃいましたね。すごい KO でしたね。すごかったですね。びっくりしちゃいました。人間の意識が飛ぶ瞬間ここです。うわすごい。この倒れ方うわザッツ K1 ですね。ですね。これぞ。しかも最後カウンターですからね。これカウンターカウンター阿部は打ち返しに行ったところ。本当ですね。なるほど。だからあんなに佐藤さん、はい、帰ってきてしまいましたね。すごいのが帰ってきましたね。もうでもまたすぐ来てよって感じですよ。関根さん6秒で決めましたが、いやこれは参りましたね。うん、いや輪島くんにやってもらうしかないですね。いやでもアビラル強いですね。アビラル強いですね。関根さん、そして、まあ、ほぼ同じ階級がこれから3つ続くのが楽しみですね。この後そうなんですよ。これがね、この後ノイリ対アスケロフ、そしてスーパーウェルター級タイトルマッチが王者輪島対挑戦者ジョムトーン。そうですね。またこのジョムトーンがどのくらいすごいのかね、生で見られるのが嬉しいですね。そうですね。浦田さん、これ近い階級並んでると見やすいんじゃないですか、これから先のことね。そうですね、やっぱり比べやすいみたいなところあると思うので、そこもやっぱり注目して楽しみたいなっていうふうに思います。まあ、この男と戦ったのが佐藤義弘でもありますけれども。まあ自分はあのジョーダン・ピケオのおかげで引退できましたから、はい、まあ、今楽しくやってますよ。でもちょっとアビラルね、ダメージ心配ですね。このとこ KO 負け多いんでね。 KO 勝利したピケオ選手は、まあ、まだ23歳ですからね、まあ、休むところはしっかり休んで帰ってきてほしいところです。ちょっとダメージ抜いてほしいですね。そうですね、しっかりと。あのアビラルのお父さんは関根さん K1 にも、ね、上がった経験がある選手だそうですから、韓国大会ですかね。はい、ああそうですか、親子で2代で。そうですね、素晴らしいですね。ここにも K130 周年という歴史が感じる一瞬です。で3ラウンドわずか6秒で決めてみせましたジョーダン・ピケオです。いやでも怖い KO だったな。そうです、完全なカウンターで崩れ落ちましたね。そうですね、はい、武田光三さんとアンディ・サワーがやった時のなんか武田光三さんの KO 負けな感じが似てましたよね。ボディからね、はい、くしくも同じ70キロという戦いです。さあこれは声聞けそうですね。Good afternoon, everybody. Good evening. I hope you guys enjoy my fight. It's been 3 years, but I'm back. I couldn't make this fight easier for myself, but I thought I want to show you guys I'm back. I come to fight. I love bringing action. So for me, it was no blocking, just straight up action. And that's why you caught me with a good shot on my eye. But I hope you guys enjoy it every second. I'm back, baby. I'm back. 日本のファンの皆さん、こんばんは。3年間すごい長かったです。ずっと戻ってきたかったんですけども、で今回厳しい試合になるなとは自分でも分かっていたんですが、皆さんの前で素晴らしい試合を見せたいという思いからガードせずにひたすら前に進みました。で今回こうして勝つことができて本当に嬉しかったです。ピケオが帰ってきました。古田さん、はい、戦いとマイクとどうですか、ギャップがちょっとあったんじゃないですか。いやかなりギャップありましたね。結構ほんわかしてる感じの選手 で、ね、今後もちょっと注目して試合見たいなっていうふうに思いました。さあリミット70キロスーパーウェルター級の戦い、 PKO が壮絶な恐ろしいほどの KO 勝利で帰ってきました。この後はそれより1キロ軽い69キロ契約の野入正明対K1 マックスにも参戦していたジャバル・アスケロフです。さらにその次にはこの階級のタイトルマッチ、輪島ひろみ対ジョムトーンストライカージム、